はい、それでございます。上司が教えてくれない営業のコツ。今日は人柄営業は売れないのかということをテーマでお話ししていきたいなと思うんですが、えっと、まあ、人柄営業って要は、まあ、専門性とか知識というよりは、まあ、自分のパーソナリティ、人間性で営業していくというやり方で、この人柄営業がまあいいか悪いかっていうところはまあ正直ないんですよね。その人が得意な営業のスタイルでやっていけばいいので、あの別に人柄営業だから再現性がないかといえば、決してそういうわけではなくて、自分の人柄を認めてくれる人をどうやって増やしていくのか、 ってくれる人はどういう人なのかっていうことから逆算をしていけば営業でアプローチすべき相手であったりとか営業のアプローチ方法っていうのは固まってくるのであの人柄営業が悪いかっていうと私は決してそう思ってはいなくてですね逆にまあ他の人でできないその人柄を認められる営業ができるっていうのは強みだと思って。 いいますすというとうころなんですよね。でまあ、正直、ちょっと前の営業でいけばその人柄うんぬんというよりはその情報の専門性だったり深さとかですね、まあ、情報を持っていること自体が営業としての強みだった時代はあったわけですよ。 なので、あの実際に、あの株都庁とか行けば、ですね、まあ、株の町って言われますけど、それ、証券会社がたくさん密集してますし、まあ、東京証券取引所とか、取引所があるから、情報がすぐ出てくるわけですよ。なので、すぐ情報キャッチできるから、まあ、そういったところに会社が、証券会社が集まっていた弁護士事務所とかもそうですよね。なので、まあ、そういう場所とか、まあ、土地も生まれた、なんとかの町みたいなことが生まれたというわけではあるんですが、今、ぶっちゃけネットでぱってみれば、まあ、ツイッターで検索すれば、です、ね、いろんな情報転がってるわけですよ。 なので、まあ、じゃあそういう物理的な情報のスピード性というのは、なかなか優位性がなくなっていると、じゃあ、改めて今の営業に求められるもの、何かと言ったら、もう1 もう一巡してですね、結局人柄に戻ってきてるっていうのは私が感じていることなんですよね。まあ、要はなんでかっていうと、その情報がまあ,あまりにも多すぎて、でかつ商材もコモディティ化して、差別化もしづらくなっていて、ってなった時に、要はどこから誰から話を聞いても、どこから誰から商品買っても、同じ結果、成果が得られる状況に近づいてきてるってことなんですよね。じゃあ、そんな中で誰にお金を払うのか、まあ、誰のお金を落とすのかって言えば、 その人から買いたいっていう気持ちをいかに持ってもらうかっていうのが、まあ、買い物の基準になってきてるということですね。なのでまあ普通に生活をしたりとか普通に仕事してればもうなんとかなっちゃってるわけですよで。なんとかなってんのにわざわざお金を払って、そのわざわざなんですよね。わざわざお金を払って買い物するときに気分よく買い物がしたいと。じゃあ気分よく買い物するためにはど,どういう基準で選ぶのか。 誰かから買うかなんですよねなので、もうその面倒くささとか買うことの負担みたいなところとかがですねどん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 ん WebIT の進化によってなくなっていく中で、まあ、さっきお話ししたとおり、商品の差別化等々もなくなっていくわけですよ。そうなった時に繰り返しですけど、誰から買うか、まあ、人柄営業できる人っていうのはどんどん強くなっていくということですね。繰り返しさっきお話しした通りなんですけど、1回は情報へ が持ってる人が売れた時代っていうのは正直あったんですけど、これだけ情報が溢れてしまえばですね、最終的に誰から買うかっていうふうに状況に戻るのは当たり前といえば当たり前なので、このま人柄営業ができるかできないかで今当然できた方がいいですし、これから改めてそういうことができる営業っていうのがまた強みを発揮する時代が来ると、もう直近来てますしね。 特に B2C でいけば来てますので、ぜひちょっとそういったところも意識いただきながらですね、えー、自分磨きっていうのは大事だなということを感じていただけたら、今日の話はの自分を伝えてきたのかなと思っております。はい。まあ、情報の専門性ではなかなか売れない時代になってきてますので、まあ、自分磨きもしっかりやっていきましょうねということでございました。本日は以上です。チャンネル 本日もご覧いただきましてありがとうございました。引き続き、いろいろ営業に関するアドバイスですとか、経営に関することをいろいろお話ししていきたいなと思いますので、ご興味を持っていただいた方ですとか、今日のお話面白いなと思っていただいた方は、ぜひチャンネル登録、高評価ボタンを押していただければと思っております。また、ツイッターもやってますので、ご興味を持っていただけた方は、ぜひフォローいただけると嬉しいなと思っております。引き続き、ぜひよろしくお願いいたします。本日は以上です。